はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、メレンゲクッキー作ります。用意するものはこちら。では早速作りましょう。まずはボウルに卵白を入れます。さらにレモン汁、グラニュー糖は3分の1程度入れます。これでメレンゲを作ります。よし、いいでしょう。ではメレンゲを3等分に分けます。そして色をつけます。はい、色付け完了です。綺麗になってますね。はい、あとは100度のオーブンで1時間ほど焼きます。じゃじゃーん、焼き上がりました。あのふわふわだったメレンゲがしっかりと固まりました。でも軽い。さあ、それでは食べてみたいと思います。いただきます。青いきましょうか。いや、軽いんですよ、それにしてもね。おいしい。サクサク、軽いです。サクッとした食感あるんですけど、口の中に入ると全て溶けます。ふわーっと溶けていきますね。味はなんか綿あめみたいな、そういうイメージでしょうか。いやー、非常に美味しかったです。で、作り方もクッキーよりも簡単だし、見た目もすごい可愛いので、皆さんもぜひ一度作ってみてください。はい、僕は目は非常にいいです。視力は 1.5。 あ、これガチです。ヒカキンがね、目悪いんで、セイキンさんはどうなんですかっていうことだと思うんですが、僕はコンタクトとか一切しておりません。裸眼です。メガネもしません。まあ、たまにかけてるのは伊達メガネですね。目は大切に。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。外は雨降りだ。何をしようか。そうだ、YouTube 見よう。